さん、こんにちは。今日はですね、またまた柴又に来ております。前もね、一度電車で来て YouTube に上げたことあるんですけど、また柴又かよっていう感じではなくてね、ね、それを言ってしまうとね、それを言っちゃおしまいよってことで、またね、ちょっと柴又を散歩してみたいと思います。前はね、駅前のとこ工事してたんですけど、新しいお店が建ってましたね。今日はね、ちょっと本当予定外で来たもんで、まあ週末的な曜日なので、結構人がいっぱいなので、前よりも映せないかもしれないですね。ここはもやさまで時々出てくるおもちゃ屋さんです。なんかね、思ったよりは人が少ないですね。やっぱりね、こういう時期ですからね、しょうがないと思います。まああとはね、暑さもあるからな。多分みんな外いたくないんでしょうね。もうね、団子屋さんとかちょっと通り過ぎちゃったんですけど、あんまりあれですよね、女の人の後ろを追っかけるように動画撮ってんとちょっと怪しいですね。あ、これおやさまで大竹さんが描いた虎さんです。いや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 、全然人がいないです。逆に良かったなっていう感じですね。でね、自分はね、ここから意外と近いところに住んでますから、柴又というか帝釈天というかね、ここに来るのはいつでも来れるような感じなので、ああやってね、京成電車金町線でしたっけね、ああいう電車を乗ってね、こうやってわざわざ柴又に来るっていうことがあまりないので、っていうかする必要がないと言いますか、なので、今日はね、ちょっと本当に予定外で、用事があっという間に終わってしまったので、なんかね、まっすぐ帰るのも嫌だなと思って、京成の切符売り場を見てて、ずっとどこへ行こうと思ってて、したら、なんとなく芝をまた行こうかな、電車で行くことはあんまりないしと思って、はい、来てみました。前ね、駅前工事したのもすごい気になってたんで、どうなってんのかなと思って。お店ができてましたね、はい、いやでも参道は人いましたけど、こっち全然いないですね。いいと思います、はい、暑さもあるしコロナの影響もあるんでしょうね。自分がね、高校生ぐらいの時にはね、ここにね、寅さん のシリーズポスター、高校生の時だからまだやってる途中だったよな。だから何十作のね、全部シリーズポスターがここにずらーっと貼ってあったんですよ。はい、ダララ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 、私生まれも育ちも葛飾柴又です。これも前に映したかな、勝手にね動くんですけど、動いた。まあ、自分はね、前も言ったかな、あんまりおみくじとか好きじゃないんでね、やらないんですよね。はい、帝釈天を出てね、向こう側、もうまっすぐが柴又の駅の方です。でね、こっちから行くと左側にね、ちょっと歩くと、まあ前も紹介したと思うんですけど、寅さん記念館があります。ちょっと前までは行ってみますかね。
前も多分同じような動画を上げてるんですよね。まあコース的には同じになってしまうのであれなんですけど、これ左側が中がね、帝釈天の方なんですけど、この道をまあこれ一番はい、またね、動画がスマホが熱すぎて動画が止まってしまいました。一体何なんでしょう、これはちょっとわからないんですけど、だいたい帝釈天から今途中なんですけど、寅さん記念館は2分、歩いたら2分ぐらいかなって感じですね。また止まっちゃうかな。自分はですね、歩くのは意外と遅い方なので、帝釈天からここね、もうすぐ左側が寅さん記念館なんですけど、まあさ3分ぐらいですかね、2分、早い人も2分で着くでしょうけど、3分ぐらい。俺前回の動画で撮ったので思い出したんですけど、ちょうど休みの日に来たんですよね。ただな、もう何度も来てるからな、入る今日はやめておきますね。はい、チケットはそこで買えますね。500円かな。こんなのもできてたんですね。ああ、その前回あったかな。こっちも閉まってたんで、あれだったっすけど。カフェみたいになってるのかな。はい。はい、前もね、動画、同じコースで本当に歩いてるんですけど、寅さん記念館の上上がってくると、この江戸川の土手のとこに来ますね。そう、本当に前と同じこと言ってるけど、向こうが北総線の、だいぶ遠いんですけど、新柴又という駅があるはずで、そこからでもまあ帝釈天に来ることはできますね。まあ歩きますね。で、今日も小学生が、なんでしょうね、野球かな。日曜日はすごいんですけどね、土曜日はそうでもないのかな。今日風があまりなくていいかもしれないです。まあその分は暑いですけどね。はい、いや思ったより人はいないですね。やっぱり同じこと先からずっと言ってますけど、ああ今ちょうど北総線が見えないか。そうです、暑さとね、暑さとコロナですよね。なので人がまあ日曜日はね多いのかもしれないですけどね、今日は土曜日なので。釣りしてる人もいますね。あそこ釣りしてるって珍しいな。で、向こう側、あそこがちょうど矢切の私の向こうの船着き場でしょうね。で、こっちが常磐線側の方です。多分前と同じ、全く同じこと言ってるな、きっとな。でね、暑いんでね、このまま柴又の駅に帰るか、松戸まで歩いちゃおうか、悩み中ですね。あれはちびっこラグビー教室かなんかですね。珍しい、すごい小さい子たちですね。ですね、こっからね、柴又の駅に帰るってのは全く松戸市民、また電源が切れてしまいました。どこまで入ってるのかな、ちょっとわからないですけど、向こうがね、正面が今のこのカメラの向こう側が松戸方面、元伊勢丹の来てみて松戸とかが映ってるんですけど、映ってないかな、小さくて、向こうなので、まあ、歩いたらものすごい距離はあるんですけど、はっきり言ってね、柴又の駅とか金町の駅に行くっていうのはあんまり意味がないことで、はい、すげえな、ラグビーの練習、声が。歩いて帰ろうかななんて思ってます。はい、松戸の方からね、土手を歩いてくると、柴又の帝釈天にはこの道がここにね降りるとちょうど着きます。まああまりね、松戸の方からというか、どっちだろう、出雲公園の方かな、あっちの方からね歩いてくる人ってなかなか運動ぐらいしか
わざわざ帝釈天にね、観光しに来る人が向こうから歩いてくるとはちょっと思えないので、世の中の人たちはね、寅さんってどういうイメージなんでしょうかね。男はつらいよっていうのは、自分はもうすぐ地元から松戸から近いところなので、ちっちゃい頃からなんか慣れ親しんでるっていうんですかね、なんて言うんでしょうか、違和感がないというか、普通に生活にって言ったって映画ですけど、全然溶け込んじゃう。すぐ熱くて切れちゃいます。なので今日のね、柴又の動画はこの辺で以上になります。また見て